千鳥は日本海軍の水雷艇。千鳥型の一番艇である。ロンドン軍宿条約の影響により見に駆逐艦とも言えるほど重武装の艦艇であったが、同系艇、友鶴が演習中転覆するという友鶴事件を引き起こし、改善工事を実施した。定名としては早草型水雷艇の四番艇、千鳥に続いて二代目。復元性能改善工事前の シド1931年に、マイズル工作部で起港。600トンというサイズに過大な武装が施されたため、高支配水量で計画より15%もオーバーし、復元性能が不足していた。そのため、バラスト40トンを搭載したがそれでも、天羅の際に大傾斜を生じ、原則にバルジを装着することで、 復元性能を改善して1933年11月に竣工した。佐世保ュ述席に編入され、予備水雷艇となる。1934年1月、同慶艇、真鶴と第21水雷隊を編成。1934年3月に三番艇、友鶴が公転のため転覆、殉職者72名を含む。 総数百名の犠牲者を出すという事故が起こった。当日の千鳥は友鶴と共に野州訓練に従事し、訓練打ち切りを受けて、達田、千鳥、友、鶴の順に佐世保へ向かった。友鶴が続行していないことに気づいた千鳥は、達田に連絡すると共に捜索に着手したが、達田より帰祷を命じられ、捜索を断念し帰祷した。調査の結果、 千鳥型を含む藤本機構造船少々が設計していた艦は復元性の不足が指摘され、すでに完成していた三隻を含めた完成艦は改善工事が行われ、4番艇初狩りは建造中だったため性能改善を施して竣工している。主な工事内容は以下の通り、これらの工事により復元性能は改善されたが並走は大幅に減少し、 排水量は、格子状態で772トンにまで増加、速力は28ノットまで低下した。1935年に第4艦隊事件が、おきちどり型も1936年8月から11月にかけて改善工事が行われた。詳細は明らかでないが多かんほど大きな問題にはならなかったようである。ただ速力はさらに低下し27ノットほどだったと言われる。 1936年12月に第21水雷隊を同系艇4隻で編成し、中国方面へ進出、上陸支援や封鎖作戦などに従事した。太平洋戦争開戦後は、初戦は南方の攻略作戦を支援、その後は戦乱護衛などに従事した。1943年1月14日、潮の岬沖で、 アメリカ潜水艦パイクの潜望鏡を発見し、爆雷攻撃を行った。対戦の終盤まで活躍したものの1944年12月22日、お前崎沖で、米戦、タイルフィッシュの雷撃で戦没した。ありがとうございます。